どうもどうも、劇団員主催の木村です。今日はいつものラジオと映像バージョンでお届けいたします。劇団員と久しぶりの公演決まりまして、2023年11月4日土曜日です。2020年コロナウイルスの影響から中止になった舞台作品の礼儀横丁よもやま食堂、同時上映の羊の夜ですが、お客様の前での公演はできなかったんですが、映像作品として急遽収録に切り替えまして、2020年8月に杉田劇場ホールにて上映公演を試みましたが、またしてもコロナウイルスの影響から中止になり、2020年の年末から期間限定ストリーミングでの配信を行いました。そして今年2023年いよいよお客様に向けた上映公演に再チャレンジすることになり、2023年11月は僕の大切な人で劇団員の演出をしてくれた並木さんの三回忌になるタイミングだったので、並木さんと最後に制作した作品の上映会をしたいと思いまして、杉田劇場の中村館長と相談させて開催することになりました。さて今回のラジオ映像収録ではその礼儀横丁よもやま食堂と同時上映であります柳宏さんの絵本作品羊の夜の出演者の皆さんに集まっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい静かですね。左からラゴ役の光とリンデル役のカナと同時上映羊の夜の朗読をしてくれた相川をお迎えしております。よろしくお願いします。で、光から行きますけど、はい、起きてますか？起きてます。大丈夫ですか？起きてます。光は杉田劇場のワークショップ水劇リコーダーズに参加していて、僕はカメラマンの仕事で知り合ったからなんで、当時小学校3年生からの付き合いで長いですね。そうですね。いろいろ行きましたね。沖縄？沖縄が一番新しいところに来た。沖縄もそうだし、あ、お米の美味しいとこどこでした？新潟も行きましたし、あれ、鶴とか、リコダツで、ちゃんと活動してたの中1ぐらいまで、まあ、中1とか小6までって言ってもいいぐらいなんですけど。あ、そんなもんなんだっけ、リコダツは。そう小 6? 小6ぐらいで、多分中1まではちゃんと行ってたんだけど、その後が多分そのな行ってないかなって感じ。あ、そんなもんでしたっけ。ですね。やっぱ上の仲良かった人たちがどんどん部活とかで忙しくて来れなくなって寂しいなって。良かった人たちじゃないですか。そう、リコーダーズですもんね、カナもね。リコーダーズ、はい。やってましたよね。高校生はやってないか、中学生までか。中学生もやってなかったんじゃない。やってました、やってました。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 兄弟姉妹で制服で来てましたもん。してました。覚えてないですね。はてはて。で、光は劇団員との参加は2015年の音楽朗読劇砂風2の公演をお客さんとして 見に来てくれて、ラジオでも言ってましたけどね、公演終わりに参加希望してくれて、僕はめちゃめちゃ嬉しかったん でアドレナリンも多分出てたんで、もう僕がね、おかしかったんですよね。参加してください、次回は主役をやろうって言ったのは覚えてるんでしたっけ。いや、多分そう、多分お母さんがいて、光がいて、みたいな。公演終わりのロビーで話したんですよね。そうです。でも主役やりましょうっつって、同年12月に砂風3の主役をやることになりましたけど、はい、どうでした？どうでした やりま参加しますって言った半年後には主役やってるんですもんね。いや、本当に冗談だと思ってたっていうとあれだけど、なんか本当になるとは思ってなくて。あ、そうなんだ。いや、そうだっけ。いやいやいや、やりますよね。本当にやるんだっていうのを、そのやるっていう話にそのになってから、あんまり、そう、あんまりこう、受け入れるまでに時間かかったっていうと変だけど、なんか、本当にやるんだみたいな。多分稽古はすぐ入ってるわけだもんね。そうですね。多分3月にじゃあやろうねって言って、5月からきっと始めてると思うんですよ。いや、でも夏休み、
かんない、夏休みぐらいの印象が強すぎて。あ、でもそんなもんかな。俺が、あ、そっか、台本書いてるんだもんね。当て書きだから、そうだね。で、多分そう、夏休みぐらいから稽古とかが徐々に始まったのかな。ちょっとだいぶ記憶がないけど。さすがですね。で、主役やるって言ったら、はいって言ったんだもん。いや、はいって言った記憶はあんまりないんですよ。言ったから、じゃあやるかみたいな。こっち、ね、そうそうこっちなのかな。いやいや、すごいですよ。まあ、その後2017年のラット、2019年のこの世界素晴らしいで、2020年のレイ・ヨクチャの職場で4作品参加してますけど、で、まあ、今回のこの上演に関しては映像作品じゃないですか、はい、どうでした、その砂風3から舞台で来てて、朗読と映像になっちゃったじゃない、うん、舞台の作り方と、うん、まあ、映像の作り方の違いがやっぱり何よりも新鮮で、うん、やっぱあの舞台ってやっぱり、まあ、それまで稽古してきたものをこう本番で始めちゃったら、もう何があっても終わりまでやって、うんうん、でお客さんと空間と時間を共有するものだから、うん、なんかこう同じシーンを何回もやったりとかっていうのがあったりとか、その時系列もバラバラに、うんうん、いや、このシーン撮りましょう、このシーン撮りましょうみたいな、うん、やっていくのがすごい新鮮だったし、うん、なんかその時間の流れでどんどん気持ちがこう作られていくっていうのと、バラバラのところだけど同じものでなきゃいけないっていうのはすごい難しかったなっていうふうに今でも思います。そうなんだ。でも気持ちとしてどうだった、その生ものじゃない映像で撮るって、まあ、考えてなかったじゃないですか全然。そうです、ね、急にやっぱり映像でっていう、うん、抵抗はなかったんですか。なんか楽しめたんですか。なんかやっぱ舞台として届けることができないから、うん、作品をどうにか残したいっていうのはやっぱりそれまで稽古してきたとかもあるし、うん、ってなった時に映像っていう選択肢があるんだったら、もうじゃあそれをやりたいなっていうのはあったから、そんなにこうなんか映像だから嫌だとかはなかった。あ、そうなんだ。さて、光は杉田劇場のリコーダーズにも所属してたんで、劇団8の演出をしててくれた並木さんとリコーダーズでも、まあね、並木さんが仕事で入ってたんで関わってたと思うんですけど、このなんかあります？なんかあります？並木さんとのエピソードってなんかあります。でも長いけどそんなにリコーダーズは関わらないですもんね。そうなんです。なんか定期演奏会とか、なんか大きいなんかイベントの時に演出とかで入ってて、うん、っていう人っていう印象が強すぎて、なんか、うん、あの すごい人みたい な、うん、なんかすごいあまり関わることないけど、そういう舞台で一個作る時にめっちゃすごい人みたいないう印象が強すぎて、うん、なんか全然並木さん自身はめっちゃ優しくて面白い方なんですけど、うん、まあ、なんだろう、なんていうの、まあ、怖いなとはちょっと違うかもしれないけど、まあ、なんかすごい偉い人なんだみたいな、そういう感じなのね、のが、うん、強かったなと思います。意図ではなんか会話ってしてたんですか。あんましてない。私もそんな人と喋れない人だからなんかこう、そうなんですよね、喋れないから。こんなに喋れるのに違う本当になんかこう何か聞きに行くとかもなんか周りがしてて、あ、みんなすごいみたいな、何を聞きたいかが自分で分かってるんだ、すごいみたいな感じで見てて、だからこうすごいこう直接並木さんにこういうこと聞いたとかっていうのが他よりは多分出てこないんですけど、うん、でもなんかそのなんていうのかな、その作品を作っていくことをまず楽しむことをすごい、うん、なんか最優先して くださったなっていう印象が強いなっていう感じで、うん、これといったことはちょっと出てこないんですけど、うん、いや、そうなんだ、うん、まあ、4作品、最後の作品で、最後って言ったらですけど、
映像作品は浅野先生にやってもらいましたけど、なんかあれその差もありました？今までの違い、今までの違いっていうと、その何だろう、その今まではこう役としてそのセリフとかの言葉をどう伝えるかっていうのがすごい重視してやってもらってたような気がして、でやっぱりその舞台としてどう作っていくかとか、その作品の中で役としてどうやってその時間を生きていくのかっていうのを結構考えたことが多かったかな。そんなにめちゃめちゃセリフがあったわけでもないから、本当にどう存在してればいいかっていうのをすごい考えなきゃいけなかったような気がするので、なんかそういう印象が強いかもしれない。面白いですな。で、光は糸に参加してくれて、役者はもちろんですけど、はい、で僕は割と光のナレーションが好きで、はい、なんだ劇団糸の音楽隊の花音のプロモーションビデオのナレーション入れてくれたり、はい、あと完全に俺の仕事普通に仕事でやってる映像作品の中でのナレーションも頼んだりもしてますけど、はい、今後実はこっそり劇団糸を、そうですね、光制作バージョンも今後ちょっと考えてみますって話をしたんですけど、はい、ちょっと前に、はい、劇団糸の世代交代ってまでは言わないんだけど、俺は俺でやりたいことはやるんだけど、光は光主体の劇団糸の何か発信はやって、俺が手伝えるとこは手伝える、俺は木村いらねえって言って俺ないところで劇団糸をやるって形で同時に今後やっていこうと思うんです。なんか部門が増えたみたいなね、はい、感じで光バージョンの劇団糸をやろうと思うんですけど、はい、どんなことしていきたいですか今後糸で。ただやっぱりこうやって糸で出会った人とか、うん、まあそうだね、仲間とかもそうだし、うん、がやっぱり集まれる機会とか、私は糸じゃなくても、うん、なんかそういうなんていうのか、どっかで知り合ったそういうちょっとまあお芝居とか、うん、まあ、お芝居だけじゃなくても、はいはい、音楽でも何でもいいけど、がなんかこの人たちを掛け合わせたら面白そうだよねが実現できたらいいなみたいなのはちょっとは思っていて、うん、ただまあ本当にだからって言ってなんかこういうのをやりたいみたいな明確のはないんですけど、うん、なんかそういうなんか自分が知ってる人たちをくっつけて化学反応見て遊びたいみたいなのはちょっとあるなっていうのは思います、うんうんうん、なんかでも形にしたいですよね、うん、あの木村市長なら飛んできますんで、全然めちゃめちゃ必要だと思うんでいらねえって言ったら黙ってこいってないことはないんですけどな。はてはて、はい、みんなに質問してますけど、食堂が舞台だったこの劇の役のテーマがスパイスから引っ張ってきてるんですけど、はい、光はラゴでしたが、はい、どんな意味を込めましたが覚えてますか？はい、これ質問来て、はい、振り返ってみて何も思い出せない、あ、いいですね、調べても何も出てこない、はい、じゃあ、はい、もじったのかなみたいな、さっきその、はい、収録聞いててもじったっていう話聞いて、あ、もじったのかもしれないと思ったけど本当に何も出てこないっていうのがあって、ちょっと聞きたいんですけど、これ速報かな先輩からの速報、はい、光のラゴの由来、はい、光は最初メース、サフラン、タラゴンの3つを提案してきた。光的にはタラゴンが推しらしく、タラゴンから取ったラゴを使った木村は最初ラゴを呼びづらいかなと危惧していたが無事採用された何にも覚えてなかった。あ、タラゴン、タラゴン、タラゴンっていうのは何ですかね。初めて聞いた、初めて聞いた。シソ科のハーブとは違う違うちょっと、あ、まあでも甘い香りが独特で、うん、癖になる風味。そうなんだ。フランス料理では最もよく使われるハーブの一つです。フランス語ではエストラゴン。へえ、そうらしいですよ。カナ先輩、これどっから引っ張ってきたんですか。過去のイットのライングループから。あ、そこでやり取りしてるんだ。はい。あ、そうなんだ。よく引っ張りました。さすがですね。速報。はい。そこにいても速報。実は
な魔法が使えるんですよ。ありがとうございます。さすがです。まあでもね、光は今後糸はちょっと無理して付き合っていただかないといけないんで、はい、無理していただいてよろしいですかね。するつもりはないんですけど全然。さっきあの琴音、琴音さんも言ってましたけど、はい、凛さんも言ってましたけど、やりたいことはいっぱいあるんです、はい、気づいたら3年経っちゃったんです。そうですね、ネタはいっぱいあるので、はい、ちょっと形にしたらまたお付き合いください。ぜひお願いします。ありがとうございます。さあ、はい、速報かなさんに行きますけどいやいや、あなたは本当にね、いろいろ貢献してくれまして、ラジオも年一で、なぜか1月に 毎年出てるっていう、はいはい、就活中の私、就活前か、就活前の私、就活中の私、いや就活中、うん、内定後だっけの取ってるはず。次が楽しみですね、就職後の私。いや本当自分でも一番どうなってるかわからないからラジオもね何回も出てくれて、それこそ高校2年生の夏なんてね、映像収録で観音崎やみなとみらいね、はい、真夏5時間ぐらい歩きましたもんね。そんな歩いたかな、もっとかもしれない。体力あるねその時の私すごい。そういう意味で俺も頑張ったよね、うん、おじさんが女子高生をずっとカメラでこうやってお疲れ様です。お互いお疲れ様です。今回の役はなんか自分なりに作り込んだりとかしました？店長としてその、まあ、なんかちょっとその一番先輩というか役だったじゃない。まあ、年齢的にも一番上っていうのもあるけど、いや多分特に何もしてなくて、なんか俺が変なこと言ったんだよね、誰イメージしてんのとか。でも吉田洋さんみたいなイメージって言われてて、それが良くなかったね。でもやっぱり無理があるからどう頑張ってもそのあなたが求める貫禄は絶対に出せないと思って。そうだよね、もう半分ぐらいちょっと諦めで、多分ちょっと多分当時やってて、あれで二十歳でしょ。あれ二十歳だったかな。それでそのぐらいの女優を並べるのは私も吉田洋を持ってた。そう無理かなみたいなのはやっぱりあってちょっとハードルがね。そうだね、まだね、女子高生、女子大生、ウキウキの女の子はその貫禄は無理だからそう、大学生ですもんね。半分ぐらい諦めてやってたかな、そこら辺は。そうだよね。その中で今回その演技指導が堤さんから浅野先生に変わったじゃないですか、うんうん、はい。どうでした。いや、 やっぱり舞台の人だったから、うん、その体の動き方とかだけじゃなくて、視線の動きとか、うん、あとは動きの動線とか、うん、今までなかったこう多面的な視点での指導がこう新しく組み込まれてたから、でそれをこう小難しくなんか喋るんじゃなくて、うん、こうなんて言ったらポップな感じで、うんうんうん、こうまだ幼い私たちにも分かるように噛み砕いてご指導いただいてたのが、うん、こう今思うとすごいいろいろ工夫して取り組んでいただいたんだなっていうのは思いますね。あ、そうなんだ、はい、多分浅野先生もやりづらいよね、途中からだったんで、うん、12月までは僕らでやって、僕がもう無理だやべえっつって、うん、1月かなんかに浅野先生に頼んだんで、2ヶ月ぐらい3ヶ月ないぐらいですもんね、うん。大変だったなって、ね、今まではもっと自由に個々でやってたところを指導を入れる、うん、でもその自由さはその潰さずに生かしたいけど、うん、なんか統制が取れてるように指導は入れたいっていう、そのバランスを取るのはやっぱり絶対大変だっただろうなってやっぱ思うので、ですよね、はい、すごい難しい注文されてらっしゃいますね。ですよねでもね、なんか浅野先生がいいなと思っちゃったんだよね、うん、でもすごい素敵な方で、うん、もうなんかこの間も彼女のオペラを見に行ったんですけど、うん、まあオペラ歌手だけどやっぱりその演技してる時の人なんですよね、うん、だから この間のオペラ公演見に行って終わりにロビー出てきてくれて、うん、木村さんどうだったって来て、いややっぱり演技じゃないですかねみたいな演技が飛び抜けていいんじゃないですかねみたいなこと言ったら、ね、うん、笑ってましたけど、うん、やっぱりなんかそういう魅力の人だなと思ったんで、う
まあ、結果頼んでよかったんですけどね、はい、さてラジオでも聞いてますけど2021年11月に亡くなっちゃった並木さんエピソードも、はい、みんなに聞いてますけど何かあります？まあ、リコーダーズからあなたもね、うん、子供時代から関わってるから、ね、なんか演出についてお話ししたことあまり記憶なくて、うん、そこら辺は多分木村とかともちゃんとお話して、うん、でそれを直接じゃなくて木村たちの中で噛み砕いたものを私たちに伝えてくれる形だから、うん、そういうこう舞台に関することを話したことは多分あんまりない。多分それも並木さんの配慮があってのことだったと思うんですけど、うん、私が覚えてるのだとなんか割とすごいおしゃれな方だったからファッションの話をしてた記憶があって、あ、そう、すごいニューバランスをなんかニューバランスって結構おじさんの方が履くとおじさんになっちゃうパターンが多いのに、そうだね、すっごい上手に履きこなしてたり、そうだね、俺は履けないもんニューバランス、真っ赤な革ジャンかな、スタジャンみたいな真っ赤なジャケットを着てたりとか、なんか奇抜だけどシンプルでちゃんとおしゃれになってるところがいつもすごいなって思ってて、いつもそれをニューバランス履いてるんですかとか、その革ジャン素敵ですねみたいな話でファッションとか服の話をした記憶はあります。あ、そうなんだ。え、ちゃんと喋れてたの並木さんは？全然喋れ、だって一緒に喋ってる3人とかで多分喋ってるから。あ、本当？それでもう常々言ってたよ、僕は木村君みたいに若い女の子とはペチャクチャ喋れないなっつって。え、全然そんなことなく普通にそういう話はしてました。あ、そう。でもニューバランスはそうね、俺は選べない。そう、ニューバランスすっごいやっぱ足もスラッとしてるからすごい上手に履いてて、そういう話で、うん、なんかたちょこちょこ話してた記憶あるかな。赤いスニーカーとか履いてくるしね。履いてくる。なんかアイテムがすごいかっこよくて、でそのかっこいいアイテムを全部合わせるんじゃなくて、うん、ちゃんと引き算がされてるファッションだったから、うん、あ、そうなんだ、すごいかっこよくて、うん、それをそのお年でやられてて、ちゃんとそこにちゃんとこう経験とか人生の熟されてるのも乗っかってるから、うん、余計かっこよかったなと今思っても。かっこいいよね。かっこいい。確かにずるいんだよね。ではではみんなにしてる質問ですけど、食堂が舞台の劇だったんで役名のテーマがスパイスでした。カナはリンデルを選びましたがどんな意味込めたんでしょうか？意味は何も込めてなくて、うん、普通に言葉の響きで決めてたと思う、うんうん、リンデルってどんなスパイスなんですかね。それ全くわからなくて、あれ、それ自分のは調べてない。いや、違うんですよ、そのリンデルスパイスで検索したら出てこなくて。本当に多分、うん、これもエルバと同じで、うん、元々あるスパイスをちょっともじってる。あー、なるほど。から、うん、リンデルっていう名前のスパイスはなくて、うん、だから普通に響きを、あ、もうスパイスの名前から響きを追求してちょっと多分ちょっとアレンジ変えてる、加えてる。なるほど。リンデンっていうのありますよ。あ、それかな、そこからなのかな。ウクライナだって。だからあんまり意味はなくて、うん、やっぱり役のキャラに合った響きの名前ってところを追求してるから、うん、もうそういう意味で言うと響きを追求してますっていう意味があるんだろうけど。あ、なるほど。そうだね、そこにキャラクターの性格的なみたいな意味合いはあんまり込めてないかな。リンデンってやつはなんかね、カレーとかスパイス、うん、あった、カレー好きなんでよかったです。カレー好きなの。あ、そうなのね。じゃあその響きから取った感じなのね、うん、だと思う。劇団糸では、はい、まあ、最多出演なんです。はい、小6でデビュー、はい、すごいんですよ。で、劇団糸に関わってるだけで11年なんですって。すごいね。で、僕と出会ってから14年ぐらい経ってるんですけど、小3だったんで、はい、で小3だったあなたが今や就職してるわけじゃないですか。はい、どうなんですか小3、まあ糸はもっとあれですけど、うん、劇団糸とかってどういう感じであるの？うん、すごいいろんな経験をさせてもらってて、やっぱりこう大学生とか社会人になる前の幼稚園小中高とか、そこの間って人格が形成されるフェーズっていうか段階で、そこでいろんなことをさせていただいて、いろんな方と関わるっていう機会を糸にすごい設けてもらってるから、
自分の人格、今の人格を形成するための一つの大事な要素だったし、うん、こう人間ってすごい多面的で、自分が属してる組織とか社会によって自分のその時の自分ってちょっと違くて、うん、それって意図的だったり無意識的に変えてて、うん、だからその自分っていうのも一つじゃなくて3つ2つあっていいと思ってて、うん、だから私のその一つ、いくつかあるその一つの一つをこう意図が作ってくれて、うん、だから集まるとワクワクするけどなんか一息つけるみたいな感じだから、うん、こう自分をの成長過程においてこう本当にいろんな要素とかを含んでくれてる場所だったから、うん、そうだねみたいな感じ、まとめられないけど難しいけど、ね、小6だもんね、小6からだから、うん、そりゃ今の人格に影響は及ぼすよね、関わって、はい、だから私の性格が悪かったら、うん、ここの要因があるかもしれないっていう、うん、そうか、ちょっと片棒をついでもらってるんですけど、なんでこんなに素敵なのかなと思ってたのそうなんだ、はい、でもそうだよね、小6で参加してそれこそ並木さんとか、うん、柳さんとか、まあ、俺らもそうだけど、あとアイコニクスのちっちゃい吉田さんとか、うん、吉田さんね、いろんな人と関わってるから、ね、そういう大人ばっかりだもんね、大人ばっかりだから、同世代の頃らやっぱりいろんな多角的な視点で物事を見れるようには慣れたのかなっていうふうに思ってるし、でも一番最初さ、小6で入ってさ、うん、そのお姉ちゃんたちが、まあ、ちょっと上のお姉ちゃんたち世代の一番下でやってさ、うん、でお姉ちゃんたちもちょっといなくなって、で今度光とかラブちゃんとか入ってきて、うん、今度自分が一番上になっちゃったじゃないですか、なっちゃった、どうですか、違うよねやっぱり、あなんか一番下でいる自分とさ違うね、うん、でも私の中ではお姉ちゃんたちがいて、うん、その上に木村がいて、うん、お姉ちゃんたちいなくなっても木村が上にいることは変わらないから、あそういう意味で言うと、まあ、手本を見て自分も習ってそれを真似はできてるし、うん、その上にいる木村は変わらないから、すいませんいやいや全然だから自分がお姉ちゃんたちの真似できれば、あまあ別にそこまで問題はなかったし、そうかそうかっていう感じかな、まあ中学でもね演劇部で部長張ってますもんね、その時はそのなんか何かをまとめてみんな頑張ろうみたいなことをするのが好きだった多分時代なんですよ、その時期の私は、そういう時期ってあるじゃん、その人ってそういうのをして、うん、なんかこう何か秀でて、うん、何かちょっと違うことをしたい時期だったのもあるから、うん、そこに多分苦はなくて、その時期にちょうどいいとか被ってくれてるから、うん、逆にそこの欲求は満たされて育ってるから、うん、変に曲がらずいけたのかなとは思うかな、 なるほどね、でもよもやまの時はもう二十歳で大学生で、20歳だった、全員他高校生、うん、で相変わらずは中学生、小学生、小学校、中学校、小学小中だもんね、ああそっか、ちょっとお姉さんじゃない、ちょっとお姉さんになっちゃった、高校と高校の中の1年3年とかじゃなくて大学になっちゃったじゃないですか、うん、なっちゃった、ちょっとそのあれですよね、うん、ちょっとお姉さん出ちゃいましたよね、出てくるね、ギャップが出てきちゃったのもあるし、出したいのもあったかもしれないけどね、大学生になって大学生の自分をしたかったのもあると思うし、うん、でもそうするとまたやっぱね余計さは出てきちゃうから、そうだね、あのね憧れ続けたキラキラの女子高生を修了して大学生、大学生で女子高生がいるわけですからね、そう、女子高生ブランドってこんなに輝いてるんだなってすごい思ってたしそうなんだ、でも大学は大学で楽しいし、女子大生でしょ今度は、うん、でもうね就職ですから、はい、早いわ、声でやらせてもらってます。あしあしあし怖いですもん僕は。私も怖いです。あなたたちのこの成長過程を見るって、へえそんな大きくなったんだって、あれって思うわけですよ。俺何歳だよって。私も何歳かなみたいな気持ちがついていけなくて自分の成長に。怖いよね。そう心は17歳なんで。セブンティーンでやらせてもらってるからいいんですよそういうの自由ですから、そうそうそう、やっぱ気持ちはセブンティーンでちょっと年だけ上がっていくみたいな、ついていけないみたいな。今後はどうなんですか、なんかやれそうですか、伊藤は。
極力やりたいけど、うん、私の体力が持つ限りで一般社会人だから週2日休みでしょ。週2日休み土日しかないんだもんね。しかない。そうだよね。やっぱ自分の時間がなんて大事なんだって今実感をしてるので。そうだよね。そこはちょっと確保をしてさせていただいての活動参加に、ね、ぜひお願いします。お願いします。ありがとうございます。派手派手お待たせしました真っ白なピュアピュアを紹介しますけど、このよもやま食堂の同時上映作品で柳博さんの絵本で羊の夜の朗読してくれた愛花ですが、まあ多分ねどこまで覚えてるか分かんないですけど、長い長いんです。この人も生まれる前からお父さんとのお付き合いがあるので、愛花のお父さんが俺の高校の時の担任の先生で、結婚しました、子供は生まれました、その都度なんか俺はポストカード作らされてたで最後愛花がポンって生まれてきて、で俺のなんかライブをやるときにお父さんがゲストで出てくれたりとか、見に来てくれるときにこんなちっちゃい愛花が一緒に見に来てくれたりとかしているんです。その辺って覚えてるの？なんかあの朝鮮学校、なんだっけ、朝鮮学校なんかのあ、それで、うん、その木村さんと、うん、めっちゃ会ってた記憶がある。あ、そう。写真とかがめっちゃ残ってて。あ、写真の記憶ね。それもあるし、うん、あと普通になんかそのハゲ発狂の記憶がすごい。あ、そうなんだ。あの、ね、根岸のコーヒー屋さんでやったライブは覚えてる？覚えてない。覚えてないんだ。姉ちゃんと一緒に見に来たやつ。覚えてない。お父さんが恋人はサンタクロース歌ったんだけど覚えてない。覚えてない。姉ちゃんすげえ嫌な顔してたけどその姉ちゃんは同級生だもんね。あ、同級、今でも会ったり。あ、そうなんだ。するぐらい仲いいです。そこはこっそりつながってるんだよね。こっそりつながってますね。面白いね。可愛いんだよな。定期的に飲ませていただいてます、お姉ちゃんと。可愛い。あ、そうなんだ。はい、姉ちゃん可愛いんだ。可愛い。なんであのお父さんからあんなこんなことまあねお母さんが可愛いからね。で、劇団8参加するのは今回の羊の夜で2作目ですよね。で、前作も柳さんの影熊で朗読担当みたいになっちゃってますけど、今回はどんな感じで取り組みました？2作目で、うん、で結構その糸に対する、うん、なんか最初は怖さとかが結構あって、やっぱ私と同い年とかが全然いなかったから。そうだね、そうだね、怖さとかあったけど、うん、そのなんだろう、2作目になってそれこそ琴音ちゃんとか、うん、かなちゃんとか、うん、結構なんか知り合いみたいになってた、うん、もともと知り合いだった人が結構いて、うん、でしかも知り合いじゃなかったひかりちゃんとか、うん、りんちゃんとかも全然可愛がってくれて、うん、まあ、演出の並木さんとか、うん、その先生とかも、まあ、ちっちゃいからっていうのもあったと思うけどすごい可愛いからね。めちゃめちゃうるさくてもう今思えば邪魔ばっかしてたちっちゃい子をよくお世話してくれたなみたいな。すごいなんかそう、あの相性がね、ラブちゃんっつってね、愛花だからね、愛の歌と書いて愛花ってラブソングじゃねえかっつってねラブちゃんでみんな可愛がってましたけど。でも羊の夜に関しては、まあ、よもやまチームと羊の夜チームになっちゃったから羊のチームが一人じゃないですか、朗読は、うん、まあ、収録の時は一人でしたけど、でその浅野先生とのやり取りって何かありました？覚えてます？なんかどこでどういう動きをしたりとか、うん、あとはその映像作品だから、うん、語尾が読んでる感じになっちゃうと、ほうほうほう、次に繋がんないよっていうのを言われたりとかはしたのを覚えて。ああ、そうなんだ。だから、うん、そのすごい分かりやすい例えで、うん、すごい目の前に小さい子がいて、その子が眠りに落ちる時に読み聞かせしてるぐらいな感じで読んでいいよみたいな感じで言われたのをめっちゃ覚えてます。それはもう収録の練習の時かな。練習の時から
結構早口になっちゃうことが多かったから、うん、ゆっくりゆっくりっていうのをよく言われてた。ああそうなんだ。なんか全然その辺知らないんですよね。その並木さんとやり取りってありました？私はなんか多分そういう結構ちゃんと演出してる並木さんはあんまり見てなかったから、うん、あとちっちゃかったから結構自分から話しかけに行ったりとかもしてて。あ、そう。あと可愛がってもらってた記憶がめっちゃ。どんな会話してたんですか？どんな会話？多分本当に何気ないことだった。どうでもいいもうそれ話す意味あるみたいなことを話しに行って、で多分並木さんも戸惑ってたけど戸惑ってたけど、まあちゃんと返しはしてくれる。あ、そうなんだ。繋げてくれて話して。もうだって完全に孫だもんね、並木さんからしたらね本当になんかそんな感じって言われたのを覚えて。あ、そう。木村くんが言ったのか。うん、なんかずっと言ってた。何を？孫の年だからずっと言ってたもう孫だから。そうなの、そうなの。ニヤニヤしながらずっと言ってて、で並木さんもまあそうだねみたいな似合わないそうなの。だってこの世代がギリギリ俺の子供でいけちゃうんだもん。だって光のお父さんだかお母さん俺と同じですよね。衝撃ですだそうすると並木さんが俺の 親世代だからもう完全に3世代そうなんですよ。で収録当日までの時間がなさすぎて、収録本番中に俺が朗読する間の横でカメラの横でギター弾いて、このぐらいのテンポでこのぐらいの雰囲気でとか言ってみたいにして収録してたのは覚えてます。なんか今思い出したんですけど、うん、なんかその映像だから別に曲今弾かなくてもいいかみたいな、うん、その間の曲、うん、その今弾かなくてもいいかみたいな、ここでこれぐらいの曲がこんな感じで入って、うん、その後にこれ言って、うん、みたいなのを説明されて、うん、で読んで、うん、はい曲これみたいなのをめっちゃ今思い出してこれ入る。すごく軽い感じだね俺それプラスその言われた練習で言われたことを、うんうん、ちゃんとやんなきゃなみたいなのもあったから。そうなんだ。あの影熊の時もそうだったけど、柳さんの絵本ってセリフ短いじゃないですか。あ、そうそう。結構あれ結構難しいよね、あの短い中でポソポソっていうのって。朗読劇だから、うん、その影熊の時は、うん、それこそ周りに、うん、目の前にお客さんがいて、うんうん、それもめちゃめちゃ怖くて、うん、本番で結構上がっちゃったりとかしてたけど。いや、あれで上がってた。うん、あの羊の夜は周りがほとんどあれだ、あの知り合いっていうか、うん、もう見たことある大人で、うん、誰でも可愛がってくれてで横にはこのぐらいのテンポでこれやってこれはい次みたいな感じの木村くんがいてで読んでたから、結構その点ではリラックスして入れたかもしれない。そうだよね。なんか映像作品的にも結構暗くして、うん、後ろに照明なんかライトつって、なんかだってパジャマ着てるもんね。そうあのパジャマと枕持ってるもんね。枕持ってる。そうですよ、ピュアピュアな頃ですよ。それで裏でお姉さんたちがキャー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 言ってました。そうあれって羊からと撮影したんでしたっけ当日って。あ、そうな気がする。そうだよね。じゃあヘアメイクしてたんだよね裏で。かもしれない。楽屋で、うん、そうそう、だからあの楽屋はもう女子だけのスペースだったんで、うん、花園でしたよ。そうそう、俺はトントンって言ってお腹は空いてませんか大丈夫ですかはいはいっつってこうお菓子だけ置いてくるっていう女優だから。女優だから覚えてる。めちゃめちゃ大きかった。そう、女優。そうだよね、全部自分だもんね。衣装にしろさ、そのなんだヘアメイクだってすげえ時間かかってたよね。
何時間何時間すごい頑張ってたもんね、うん、なんかね、うん、人はとは違うからね、うん、あれはみんなで やり合った全部かなとあやかがやったの基本的に どうだった多分かなとあやかがかなとあやかがやりましたえ足がめっちゃうなずいてるそんな3年前ってそんな昔全部やってくれたあやかとかなが、あ、すごい、すごい色のパレット広げましたよ、ね、そうかも緑とか入ってる私青になれてたあ、そうだね、そうだそれでも映像で見ると薄いねみたいな話をした気がする あれ自前でしょ自前だったねよく持ってたね、あの化粧っていうの、なんつうのメイク道具化粧好きだったんだよ好きだったんだ今も好きですまあまあそうですよね、まあ、そんな仕事してますからねで前回、まあ、今回の羊はもう完全に多分羊読んでって頼んだと思うな、うんうん、木村君が、うん、前回の影熊の時はオーディションにしたじゃないですか、うん、オーディションしたっていうのは覚えてて覚えてるオーディションのところも覚えてるけど、うん、覚えてるその後とその前はマジで覚えてるそうでオーディションで全員が影熊を読んでその時は堤さんだったんでで堤さんと誰が一番役がいいかみたいな、まあ、光たちもみんな読んでもらってで俺とも堤さんは完全に影熊はもうラブちゃんだねってなってそれは上手いとかじゃなくて、うん、年齢とか多分なんかその雰囲気が一番合ってるみたいなまあまあもちろんそうだけどことをめっちゃ言われめっちゃっていうか言われた気がするトータルで朗読で言ったら光なんですよそうそうそう俺はねだけど影熊で言ったらあこれはラブちゃんだよねっていうで勝ち取ってでラブちゃんになりましたって言ったらガッツポーズしてましたよ覚えてやったぜっつって勝ち取ってたんだけど実際どうなんですかその、まあ、両方とも朗読になっちゃったじゃないですか、うん、演技は本番でやってないじゃないですかやりたかったですか、まあ、なんかその演技中にわちゃわちゃしてるところとかをその外から見ることの方が多かったからああそうかそうかそうかそのわちゃわちゃに入りたいはそれもあったそっかあとはまあ練習とかで来れない人の代わりに代役みたいな感じのもあったけど、うん代役大活躍だったもんね、まあ、ご迷惑おかけしそうか演劇も別にやろうと思えば別にやってもよかった、まあ、やりたいなって感じだった、まあ、そのラットを見て入ったからあ、ラットを見てラットを見て入りたいと思ったんでしたっけそうそうですラットをお父さんと一緒に見に来てうんそれで2017年何歳ですか11歳小5で見て見てでなんかやっぱ木村君とお父さんのつながりがあったから、うん、お父さんはお父さんでやってみたらいいじゃんみたいなまああの人もなかなか軽いんでねやってみたらいいじゃん、うんまあ、ちょっとでもやりたいんだったらやちょっと連絡しようかみたいな感じであそうなんだ来て、うんで最初は本当にどういうところなのかなみたいな、うん、まあ相手が他ほなんか音楽とかはドラムとかもやってたし、うんうんうん、あとはドラムやってたのドラムやってたすげえなドラムやってたし、うんまあ、歌も別に好きだったから、うんまあ、そういう面では、うん、そのなんか演劇の中に音楽が取り込まれてたからすごいいいなっていうか、はあはあ、自分は結構、うん、なんかそのさっき素の話をしてたけど素がどうこうみたいな、うん、その私もその環境によって結構人変わっちゃう人だからそうなんだなんかそのよく言えば責任感が強い、うんうん、悪く言えば、まあ、どこにでもいい顔しちゃうっていうかだから、まあ、そういう面で、うん、その他の人になれる、はいはいはい、自分の感情に左右されないで、うん、他の人になれる演劇っていうのは、うん、結構
ドラマとかも好きだったから。じゃあ演じるっていうのに興味があった。演劇やりません？時間があったら。本当にね。ラットですって先生。あら。あのラットですよ。伝説の。伝説なんだあれ。伝説なんです。並木さんも、並木さんが最後に言ってくれたのが、劇団糸の演劇の最高潮はラットだったって。多分あれが一番いい、あれを目指せばいいで、劇団糸として作品を発表していく形としてはこの世界は素晴らしいの形がいい、朗読と映像と音楽の形がいいっていうぐらいラットは褒められまして、私事ですけど音楽も褒められましていいの見てくださったもうあの時 あのお父さんが買ったトートバッグ、その後に、いいのあるよって言われてもらって、今でもありますからトートバッグ使ってますから。ちょっとすいません、俺5つぐらい使ってますラットで見たんだ。じゃあもうめちゃめちゃカナ先生のことはもう見てるわけですね。見てるけど、やっぱり入った時は全然、もう意識してないよ多分。あ、そうか、もう別になっちゃうんだそこは。別だし、お姉ちゃんの友達ってのは知ってたから。あ、そうか、そっかそっか、つながりがね、あったから。それはそもそも会ったことはあったの？会ったことあったけど、まあ、2人でとかはなかったから。まあね、お姉ちゃん絶対いるし、その時もなんかもじ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 してたからもじもじするタイプ？するタイプするタイプ。あ、そう、もじもじしてたから。お姉ちゃんとかいると結構、あれ、あ、そうなんだ。妹になっちゃう。そうか、そうか、そうか。そんなにちゃんと喋ったこともないし、うん、それこそすごい圧倒されて、全員こう並んだ時に、この中に入るんだみたいな。あラットはね、ちょっとチーム感あったしね。ラットなんだ私的には一番最初のストーリーが一番好きだから。砂風、砂風が、私は今でも砂風好きだから。なんかずっと言ってるよね。一番好きですよあれが。そうですか、はい。砂風だって一番初心で作ってるものじゃないですか。そう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 、そういう意味ではね。だからやっぱりすごい純粋なものだからいいなって思いますよ。あ、そう。あ、ワンは知らないのか。ワン知らない。あ、いや、ワンが一番いいんだよワンが一番いいの。勉強されてる。そうなんだ。砂風ワンが一番いいですよ。ツーは見たんですもんね。ツーのみ。ツーはね、落ち度がいっぱいあって、1も1回やらない。あ、そう。いや、あれすごい良かったと思う。1だからラブちゃんでさ、やったりしたらいいんじゃない。え、すごいいいと思う。合うよ絶対、ね、絶対合う。考古学者、私考古学者にはなれないけどいや、やっぱりほら地冬の穴があるからさいや、そこは誰も埋められないんじゃないか。あ、琴音がいる。ちょっと事務所、事務所に相談してもらわないと。いや、ちょっとひなこの役やるよ掃除ひなこの役やるって紙芝居もありますけど佐野助の紙芝居もあるって。あ、そうですか。不思議な気持ちにならない砂風1って。そうかい。なんかちょっと切ないじゃん。あ、まあね、あれ好き。あ、そう。いや、ラットが一番人気あるんですよ。あとは分かりやすい面白さはあると思うけど。ラットか。はい。まあ、エンターテインメント性ちょっと高いもんね。高い。いや、砂風1は違うんですよ。ああ、そうなんだ。あ、分かる、分かる、分かっちゃうんだよねあの素晴らしさ、魅力さ。あ、そう、はい。じゃあ砂風やりなよ、絶対合うって、ね、分かんない、分かんない分かんないね、分かんないね。台本では絶対好きになると思う。あ、そう、うん、そんなもんかね。うん、じゃあ砂風でやっちゃいます。じゃあ事務所相談していただいて。わかりました。はい。で、りんちゃん何でもできるもんね。ギターもベースも何でもできるもんね。紙芝居屋さんにすればいいんじゃない。いいじゃん、ひなこの役。紙芝居屋さん。あ、紙芝居屋さん。死んじゃうん。ちょっと。あかり。そう、そうね。今日来てないけどね。やってくれてたからね。そうね。よもやまね、あとあかりとね。
ゆかがいるんですよね。ちょっと来れなかったですけど、あかりっていうのがね、毎回死んじゃう。あ、ちょうどいいじゃん、紙芝居。そしたらね、そうだね、死んじゃうから、すぐ死んじゃう。あ、そうだ、そうだ。でもすごいキーマンだから、紙芝居屋さんは。そうなんですよ、そうなんです。すごいキーマンなんです。あの人の死はすごい大事なんです、あの作品の中で。そうそう、あ、そうですか。あれアニメ化とかでも面白いかもね。あれすっごいいいと思う。やんなよ。これ、私の責任を取らないから、無責任に喋るけど。やんなよ。絵が描けねえ、絵が描けアニメにできねえ。やりなよ。でもなんかやりたいね、うん、もう一回朗読でもいいし。そうね、一番最初朗読だったじゃん、砂風一の。そうよ、砂風一っていうのが朗読でやって、その後が演劇に変えてるんだよね、うん、それの主役をやってるんだよね、うん、あ、いいっすね。あ、じゃあそういう、あ、じゃあそういうの、砂風を、はい、あれじゃないですか、光の糸でやればいいじゃないですか。うん、あ、リサイタル。そう、でそれを俺じゃないところで光がやるっていう。あ、でも絶対また違った感じになるから。なるよね、いいと思う。なんかそれが例えばじゃあその映像作品で、絵に対して紙芝居みたいな絵でもいいけど、なんか声だけとかで主役やって、じゃあまあ明かりがあれだったら、凛ちゃん殺されて考古学者言い方、言い方とかね、うん、あ、でもそういうのもやりたいですね。すごいと思う。あ、やりましょう。無責任に言った人のあれでやります、はい、まあそんなこんなで、またぜひ一緒に作品作りを、三方もぜひお願いしますね。お忙しいと思いますけど。では第2弾はラゴ役の光とリンデル役のカナと、同時上羊の夜の朗読をしてくれた愛川をお迎えしてお届けしました。第3弾はまた素敵な方をお迎えしてお届けします。それではまた。あ、あれ言ってない、広告やってない、宣伝。広告。11月4日土曜日。え、なんか3人で決めて、私ここ喋るみたいなやつ。え、なんだっけ、2023年3年、11月4日。なんだっけ、一言って。こちらが言ってた、ほら、来てねみたいな、一言コメントみたいな言った。嘘でしょ。嘘でしょ。そういうやつ、そういうやつやってきた、そういうやつ。OK じゃん。ラブ役の光です。もう3年前なので、もう自分もどんな風にどんな気持ちでやってたかもう分かんないんですけど、上映を楽しんでもらえたらなと思います。リンデル役のカナです。ちょっと3年前の私なので、ちょっと未熟な点がいろいろ私の中ではあるんですが、温かい目で見ていただけると嬉しいです。羊の夜を担当しました、愛香です。3年前で、私中学1年生でまだ小学校卒業したばっかりの私の未熟な朗読をぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。2023年11月4日つくづく劇場にて上映予定です。ぜひ見に来てください。見に来てください。うわー。